こんにちは、ともこ先生と有田先生です。外出自粛の生活、お家でできる家族ケア、パートナーとのストレッチ編です。外出自粛の生活で外に出ないでいると体がなまってしまいますね。今日はパートナー、家族とできるストレッチについてご紹介していきます。ストレッチといえば一人でやるものと思っている人も多いんじゃないでしょうか。二人でやるストレッチには利点があるんです。パートナーに筋肉や腱をストレッチしてもらうと、まるでマッサージを受けているかのようにとっても気持ちがいいんですよ。また触れ合うことで不安が軽減される効果があるので、お互いが安心リラックスできます。血流も良くなることから体温も上がって免疫力がアップしますよ。こんな時こそ家族を大切にし、しっかりコミュニケーションを取りましょう。初めて行う方はよく注意していただきたいことがあります。ストレッチの動画の後に注意点をまとめておきますので、最後までご覧になってからストレッチを行ってください。それでは実践していきましょう。ではまず私が行いますので見ててくださいね。ストレッチを行うものは、相手の方の頭の近くに座ります。片膝を立てておくと安定します。親指以外の4本指を使って目の裏側あたり、頭のくぼんでいる部分に指を差し入れます。ゆっくりと持ち上げて、首、肩へと降りていきます。このストレッチは首を引っ張るのではなく、弓のようにたわませるストレッチです。ゆったりとしたペースで行いましょう。ストレッチを受ける人も力を抜いてゆったりと受けましょう。何回か繰り返します。次にもう一つ首のストレッチをしていきます。頭を持ち上げるのですが、この角度が一番気持ちがいいという合図を決めておきます。有田先生、この角度が一番気持ちいいと感じたら右手を上げてお知らせください。ゆっくりと頭を持ち上げていきます。手が上がったら5秒間その角度でキープします。このストレッチはスマホ首に有効で、首のこりをほぐすのに効果的です。次に肩のストレッチに入ります。肩の真ん中、端っこ、この2箇所を手根、手のひらで押すのですけれども、コツは床と水平に手首を90度曲げて、相手の方の足先に向かって押していきます。肩の真ん中、端っこ、真ん中、端っこ。人間は恐れを抱いていると肩が上がってしまう習性があるので、ゆったりと肩を下ろすことで緊張をほぐしていきます。何回か繰り返します。
次に腕のストレッチに入ります。相澤先生、万歳してください。相手の方の手首よりちょっと下をつかみます。後ろ側に倒れていき、自分の体重で相手の方の腕を伸ばすイメージを持ちます。5秒間キープ。5、4、3、2、1。次に相手の方のサイドに移動します。自分の座っている方と反対の手を持って、肘と手首の下あたりを持って真横に引っ張ります。これも自分の体重で引っ張る感じですね。次に自分の足の裏を相手の人の脇の下に入れて、肘のあたりと手首の下あたりを持ちます。このストレッチは脇の下のリンパを刺激して免疫アップにも効果的です。次に腰のストレッチをしていきます。相手の人の膝裏と足首を持って、自分の足は相手の人の反対の足の外側に出します。大きく股関節を回すイメージで、数回回します。数回回したら足を反対側に倒し、肩がつく人は押してあげます。そうすることでストレッチ効果が高まります。腰のストレッチです。次に足の前面のストレッチをしていきます。足の前面には胃の経絡が流れています。胃はとてもセンシティブな臓器で、ストレスが多いととても反応してしまいます。伸ばしてあげましょうね。股関節と足の甲に手を置いて乗っかっていきます。ちょうどこういう感じで伸ばすイメージですね。次に相手の方の足先に移動します。かかとを持ち上げて、プル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 と力を抜かせてから引っ張ります。これも自分の体重で相手の足を引っ張るイメージです。相手の方の足先を掴んで足の裏を伸ばします。足先を交差させて伸ばします。反対側も交差して伸ばします。これで終わったら反対サイドに行きます。自分が座っているのと反対側の腕を持って、肘と手首よりちょっと下を持って真横に引っ張ります。自分の足を脇の下に入れて、肘と手首より下をちょっと持って引っ張ります。液化リンパ、脇の下のリンパを刺激するストレッチです。免疫力も上がります。次に腰のストレッチですね。相手の方の、膝裏と足首を掴んで、自分の足は反対側の足の外に出します。大きく股関節をストレッチします。数回回したら
反対側に倒していきます。余裕のある人は肩を押さえるとより深いストレッチができます。次に足の前面のストレッチです。鼠径部と足の甲を持って伸ばします。これで一連のストレッチは終わりです。最後に軽く全身をさするということをします。警察法です。肩から手に向けて、胸からお腹を時計回りに回して、足に抜けます。終わりです。お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。愛沙先生いかがでしたか。はい、受けてみてストレッチの数は多くはないんですけれども、全身くまなく伸びたような気持ちのいい感じがありました。また触れられることで安心感もあったんですけど、安心して任せられるっていう気持ちにもなりました。行う側も一応心構えみたいなものがありまして、相手を思いやる気持ちを持って、相手の人を気持ちよくさせてあげたいなと思いながら行うのがちょっとしたコツです。できるのであれば相手のお腹を見て呼吸を合わせましょう。コツとして、相手が息を吐いた時に筋肉が緩むので、ゆっくり体重をかけて押すことでストレッチ効果が上がります。あと自分が体が柔らかいからといって相手も柔軟性があるとは限りません。相手の可動域、動かせる範囲を注意深く見極めながらストレッチをかけてください。少しでも違和感や痛みを感じたら、あらかじめ教えてもらうように話しておきましょう。子供さんとするときは、ふざけながらするようなことは怪我を避けるためにやめましょう。大切な注意事項です。1、食後すぐは避ける。2、体調が優れないときは行わない。3、急性期の怪我、炎症があるときはやらない。4、ストレッチを受ける側は我慢したり無理をしたりしない。5、ゆったり呼吸しながら行う。息を止めてはいけません。6、反動をつけたりしないで、ゆっくりとした動きでストレッチをする。7、リラックスすると寒くなったりすることがあるので、ブランケットを用意する。8、ゆったりした音楽をかけ、アロマを焚いたりすると良い。この動画はここまでです。これからも私たちは家族のケアや心と体のセルフケアについて発信していきます。このチャンネルがいいねと思ったら高評価を、興味を持っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた。